地元住民に代々守り続けられているこの石仏ですが、今観光スポットとして静かな人気を集めています。米子市の米子城跡の麓に祀られている城山太子像、今から90年以上前、1925年に米子市の足立弁一さんが中心となって作ったものです。当時眼病で失明した足立さんは、妻たちと四国遍路に出かけ、目が良くなるようにと願をかけていました。38番目の金剛福寺を訪れた時に目が見えるようになったという奇跡をきっかけに、足立さんと市民が錠剤を集め、この像が作られました。その後、この像を起点に88の札所が米子城跡の周りに建てられ、地元住民らは四国の各寺へ参り、持ち帰った霊土を石仏の下に埋納しました。そのため米子城跡の88の札所すべてを回ると、その御利益は実際に四国遍路をすることと同じであるとされています。四国遍路の開祖とされる空海の命日には、毎年春祭りが行われ、地元をはじめ県外からも参拝者がここを訪れます。こちらの米子町中案内所では、城山太子像と88の札所を広く知ってもらおうと、この春から石仏巡りツアーを始めました。この日は、今年の4月から米子市に住み始めたという2人の外国人がガイドツアーに参加していました。米子に住む足立弁一さんという方が、治療の会員らしく目が見えなくなってしまって、ツアーは観光ガイドとともに城山太子像と88の札所、さらには米子城跡周辺の古い町並みなどをおよそ2時間かけて回っていきます。その途中には険しい道も、そして、米子市街を360度見渡せる米子城の天守跡です。この日はあいにくの雨でしたが、天気がいい日は大山も見ることができます。ただビュー撮ってましたけど、よかった先にブラ見ました。でも I didn't know much about them。 ブダ絵を描きたいです今改めて脚光を浴びつつある米子城跡の城山太子像と88の札所、像が作られるきっかけになった足立弁一さんの孫哲郎さんを訪ねました。周辺の盛り上がりについて聞いてみると、最近こう城山でもライトアップしたりとか、いろいろまたそういう昔をこう思い出すっておかしいですけど、まあぐりっと回って、まあ、ハイキングがてら回って見られるのもいいじゃないかと思うんですけど。また弁一さんが四国遍路をしていた当時の朱印帳が見つかったということで見せてもらいました。これが回って半を半っていうのですから、もうバラバラなんですよね仏壇の下に保管されていたというこの朱印帳には、四国遍路をした軌跡がしっかりと刻まれていました。祖父の歴史に触れ、改めて感じることは、ボランティアの人が掃除されてですけど、本当にそういう面では感謝しています。おじさんが作ってこう今までも大事にしてもらっていることは、それは嬉しいです。すごく嬉しいですね。
米子城跡に作られてから90年以上にもなる石仏。月命日である毎月21日には清掃活動が行われ、地元の人の手によって大切に守り続けられています。現在ガイドは募集中です。米子について知らない人でもベテランのガイドが指導しますので、やる気がある人は応募してほしいということです。それとこの町田館内所ですが、他にも米子市内を巡るコースいくつか作ったそうですので、これを機に今一度ふるさとの魅力を知ってほしいとのことです。